こんにちは、ふみです。本日はですね、こちら、はい、相槌がすごい超転生アルテミス使ってみたいと思います。超転生が追加されたアルテミスなんですけども、なでことを使うと強いっていうことで、リーダーでねやってみたいと思います。なでこ持ってたんでね、行くところは百花繚乱さんなんですけど、新しいダンジョン、まあ、クリアできるかはまあ置いといて使ってみたいと思います。はい、でパーティーがこんな感じ、超転生アルテミスに、あ、超覚醒がスキブの、空間の武器ですね。で悪魔キラーを1個だけあったんで1個つけました。で遅延が6で、サブがジュロンドを入れてまして、アシストはイノスケの武器ですね。アルテミスのスキルが目覚めなんですけど、ジュロンドの目覚めなんで、もう今回はジュロンドの目覚めを使っていこうかなと思います。でサブにアルテミス、正月アルテミスですね。昇格生がスキブの、これは学園ヘスティアの武器ですね。吸収無効とジンで、デュオレは超覚醒、暗闇耐性。ここ暗闇耐性じゃなくて、本当は悪魔キラーとかが良かったんですけど、プラスがありませんでした。でファスカの武器ですね。でナデコ、サブのナデコはちょっと L 字を持ってるキャラがいなかったので L 字の武器をつけております。これはシリアスのブローチですね。 L 字3つ。でレンドさんのナデコが、これはデックのサポートアイテム、スキブと泥鏡です。はい、バッチが指でいきたいと思います。勝てるのかどうかは知りません。挑戦するのは2回目かな。百花繚乱、あ、ミズヘック、百花繚乱さんさ、マジで無効貫通の敵ばっかりだからさ、ちょっと困っちゃうよね。ミズヘック火だからちょっと怖いな。一応変身してちゃんと見ててね。交換つくんでみるか。いいじゃん、めっちゃ。タイプ的には悪魔ドラゴンだから、ティオレは刺さる。ルーテミスも頑張れ。あー、ワンパンできた。ちょ出た、ブラフマーね。ブラフマーは、あ、無交換通ブラフマーだ。ガールーレット出たよ。じゃあサブのナデコ変身して、ちゃんと見ててね。ルーレットちょっと合わせましょうか。はい、でまあルーレットはちょっと合わせてあるけど、割とガン虫でいきたい。いきます。合わせたのにめっちゃ崩していくスタイル。はい、あ、うまくない？今のうまいわ。おー、目覚めが効いてますね。カンストカンストカンスト、パンパン。さあ、あ、ゼレンバス、ゼレンバス、よし、ゼレンバスむずくね。さあ、ソウル&マーニ、初手ロックはしんどいって。初手ロック副回避をして、大きい2コンボあったからよかったけど、まあこれでいいか。おーすごい、ロックやめて。 OK、 じゃあナデコ変身して、ナデコのことちゃんと見ててね。あ、普通に平積みでいこう。はい、いいぞ。これはいい火力出るでしょう。はいはいはい、そして2回。ではまたブラフマーですね。ブラフマーでも水だし難しくはないですね。ルーレットは邪魔だけど、なでこのことちゃんと見ててね。気が少なくてできる。7コンボでいく？よし、いいぞ。ゼレンバスやめて。あー、ラジエル？
ジェルっていけるん、ルーレットあって無理じゃね。盤面的には有利だけど、一応頑張ってみるか。まあ1ターン目は無理だろうな。バジェル落ちるのかな。いけ、そこはいらないや、本体欲しい。いやー、ちょっと待って、ルーレット邪魔すぎる。落ち込みいっぱい、あー無理。なるほど、頑張れ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 。あー、ルーレットがバジェル邪魔。13、14、15、16、17、18、おーい、あと1個。しんどしんどいな、これ。これはペナルティだよね。マジエル、マジエルにハマるかもしれない。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、もう1個。ありがとう。よし、4回。わっ、闇メノアだ。 OK、 先行だよね、闇メノア。これはペナルティだよね。いいでしょう、ティオレがいるからワンチャンいけるんじゃないか。無効貫通してみよう。いきましょう。いいぞ、いい感じに取れた。パンパンしてほしいな。覚醒無効使いたくないな、スキル。全然無理、全然無理。じゃあファスカ使うけど、いや、なんならアルテミスでいいのでは。アルテミス使います。アルテミス覚醒無効解除ついてるのめっちゃ強いよな。いきます、一回無効貫通しようかな。で、無効貫通を組んで、いいよ、いいパズルだよ。これはいい、これはさすがに。しかも属性研修も無効にしてくれた。あ、入り残し、入り残しだけど、この人たち発狂ないから。はい、こんぐらいは削ってほしいよ。あれ、よし、いやボス来れた、すごい。ああ、光ヘキサゼオン、倒し方がわからない。軽減系のスキル入ってますか。激減がおります。半分切るときは激減貼ってください、本体の。はい、これ最初は左左右倒せばいいか。5回ぐらい適当に本気で殴っててください、軽減かけながら。はい、確か5回だった気がする。あ、そう、回数系なんだ。よし、じゃあ軽減かけまくって、平積みマンですね。よし、 OK、 とりあえず木を2コンボ組んでれば耐えれるかな。ちょっと1P 少なめなんだけど、怖い、うわー怖ーい。木の2コンボがないんで使っちゃいます。これなでこうさあ、スキル2ターンにならないかな。あれ、3ターンか。はい、回復頑張れ、回復力頑張って。 OK、怖い。3回でした、3回でした、全然違った。なぜこう使えば大丈夫か。じゃあこれが最後かな、いきます。はい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 、ちょっと火残しとくか。頑張れ、 OK、 はい、お、待ち時間が半減。あれ、復活した。復活しました。左3、右1とかで。
真ん中だった気がする。3倒すってこと ?3 回、左3倒して、右1倒して、真ん中。そういうこと5秒か、ちょっと指が短いな。マジなでこう2ターンになってほしい。よし、軽減はかかった。これ意外と攻撃が硬いんですが時間かかりそうだな。ちょっとカットするかもしれません。これで左が2回倒してあと1回、右が1回でしたっけ。確か右あと半分ぐらい削ればいいってことか。 OK、 はい、危ね、危ねえ。ちょっと体力がギリギリな気がするんだよな。ふん、怖い怖い怖い。変な感じで組んでた。よし、左3回倒した、復活した。右をあと1回。はい、制限はかかった。怖すぎ。向こう飛んできたんですけど、アルテミス使いますかね。アルテミス、いやー回復欲しいからナデコも使いたいな。まあ両方使うか。どうしましょう。これはペナルティだよね。これ向こう貫通いけるぞ。したら右が倒せるんでいいんじゃない。それで終わりか。え、こんなむずいの、ヘキサジオンってめっちゃ大変じゃん。いけ、おお、消えた。よし、真ん中与えられるようになったんで真ん中行って。大変だこれ。パズルミスったら終わりだな。よし、とりあえず木の2000本を頑張る。硬いね。